夜だよ。夜スタート。種取ってる場合じゃない。種取ってる場合じゃない。まだない。まだない。始めたばっかりだから。めっちゃソラさん殴ってる。ソラさん何殴ってんの？何殴ってんの？何してんの？何してんの？どうしたの？どうしたの？やめて。女同士の喧嘩ここでやめて。いいか分かん殴ってた。女同士の喧嘩かっこ物理はやばいし、ね、やばいから本当にどうしていいか分かんないからびっくりした。種あげながら殴る。ごめんなさい。なんで叩いたの？あれこれ理由間入った方がいいかい？そうだね。そこが喧嘩したらチャミーしか間入るじゃないか。俺らに入る好きだよ。俺らじゃ入る隙がないから。そん時はチャミー頼むわマジ。状況が分かんないんだけど。俺も状況が悪気はないの。悪気は全然ないの。後ろ俺も状況が分かんない。 Kボタンを押すときになぜか。いやびっくりした。バセさん寝られてる。気をつけて。にっくりっこしてしまいました。水の中で弾け。あ、そっか、なるほどね。あ、弾けなくなった水の中で。じゃあまずは木を切ろうだね。だけど敵はやっぱ平面だから湧くな。馬とか羊とか。まだ何も怖くない。まあ確かにね。知らんことはない。そうか、そういうことか。何もない。え、ここいいところ湧いたんじゃない。ほら雪のバイオームあるよ隣。狼もいるし、馬もいるし、まずは資材でしょ。まあ資材だけど、うん、何も怖くないよね。難しいな。木を切ろうだね。なんか大きく表示されるようになったこれ、マインクラフト。なんか文字とかも全体的に。おお、来てる、やばい。なんか大きいよね。よ、よし、ピッケル作った。せっかく来たの死んでしまいそう。あれゾンビが硬い気がする。こっちじゃない。やっぱ強くなったのかな。か武器が弱いせいですかね。久しぶりにこの木の剣とかで戦ってるから。あ、クリーパー来てる、みんな気をつけて。それはあるかも。やっぱこのね。あ、スケルトンやった。行ったアホ。ああ。あ、ここ掘って拠点にしようぜ。やっぱこの最初のあの不自由な感じすごいな。いいっすね。いいっすね。これがなんかマインクラフト生きてるわ。待ってませんか。あ、俺ソーラさんから落としたやつ拾ったよ。あ、聞きください。嫌です。嘘あげるマイクさんもあげた。やったー。やった方がいいと思う。やった。怖いよ。なんか久々、久しぶりすぎてなんかちょっと忘れちった。忘れちゃったね。最近マインクラフト一個もやってないもんね。そのやってないね。遭難してるか、してるから、うん、遭難ばっかりしてる。本当にかまどってできてる？かまどもありますね。はい。あ、そうか、ゾンビやるゾンビ肉がね。か、人参もドロップするので運だねけどね。いきなり出たんですよ今。嘘。バセさん、今年の運使った可能性あるね、それは。あー、もうこれもう、今年マイクラやれないわ、もう。やれないわ。嘘、運使い切るとマイクラできないの？やばくないそれ。やらない。それ単に召集嫌がってるだけでしょ、俺の。そんなことないですよ。いや、もう死ぬしかないかなと思って、やっても。そんなことない。宝くじが当たらないくらいで。宝くじ当たったら、ま、絶対来ないですよ、ますます。確かに。もう遊んで暮らせますもん、そしたら。ネットからは離れるだろうな。さよなら。さよなら YouTube。 平和な感じになる。石ピッケル置いときます。使ってください。あ、おお、外れた。俺まだ一回も死んでない。え、好きでおかしいぞ。仲間意識はないのかね、みんなに。ないね。おかしいぞ。恐竜を共にしてきた仲間だろ。バカどもとかなんか言ってたりしな。できたできたできた。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。じゃあ行ってくるわ、バカども。バカども。早く。絶対行かねえ。ちょっと仲良くしようよ。いろいろあったけど過去。さて今。おい、最新パート見るんじゃねえ。まさか。言ってない言ってない。な
なんか視聴回数3回の時に見たぞ。結構早くにすぐ飛んだろそれ。オッケー。トモさんゾンビいっぱいいますね、そこ。ゾンビいっぱいいる？はい。怖いね。うわ。うん。ゾンビいっぱいいるっていうのを見つつ加勢しない。見殺し。見殺し。うわわわ。しょうがない。3匹も来てるよ。3匹。切るで切ってやる。新要素的にはあの海がねあのやっぱりメインのアップデートなんで海の近くに今回は拠点を建てようかなと考えております。でも近くないですか海。海近いけどあの珊瑚礁があってあの、うん、暖かいバイオームの海だとそのねもう海底がすごいねカラフルなんだって。赤とか黄色とかオレンジとか珊瑚礁が、それをね私は今年海行かないんでマインクラフトの中でそれを済ませたいわけですよ。この夏を、はい、リアルでね、リアルで夏海に行かないのでマインクラフトで海行ってそれで済ませるっていうね非常にネクラな考えを持っています。あ、トモさん。何？はい、こちらが現場のトモさん。あった珊瑚礁。おー、すげえ。さすが招待員。どこだろう。トモさん、さっき近くにいたよね。裏側にあった。は？裏って。なんで切れちゃう。どの裏か分かんない。全然切れる場所じゃねえ。いた、翔さんいた、翔さんいた。翔さんと何気ないってことだ。あちゃみさんの激励に触れた。なんか裏側に行くと激励に触れる。ここにいたじゃんみたいな。怖い怖い怖い。いやいや、怒ってませんか。怒ってません。あ、ほんとだ。こんな海の色は初めて見た。あったかいバイオームと、あ、すごいすごいすごい。あ、ほんとだ。いや、すごいね。いないけど見てから言え。どこかわかんねえんだもん。ね、みんなから見て鳥ちゃんのいる方っていうのかな。俺がぴょんぴょん跳ねてる方わかるかも。あ、いますね。ここがもう海。なんだ。そうなんだ。うん、早いの。あ、てかもう沈没船も見えるし。え、ここ海だ。海すごい、珊瑚礁がすごい。石の塔の立ってるところ。あ、そう、これ翔さんが建てた塔。永遠の親友となるだろう。お前さっきから何してるんだ。何してんの。マイクラを楽しんでるんですよ。新要素ここあるから。楽しくて。楽しいけど、これほら、これが何？海のあれ、海の色が違う、あそこだけ。全然違う。全然海の色違うね。あ、珊瑚礁があるし。あ、熱帯魚もいる。みんな泳いでる。あ、しかも海底渓谷じゃないかな、これ。違うか。これが珊瑚。珊瑚礁。わあ、すごいすごい。へえ。これ。そう、これこれ。時々浮くの忘れちゃいそうだ。そうだね、見入っちゃってね。やべ、足しびれた。うん、やばい、それはやばい。おー、すごい。やばい、死んじゃう。あ、これ何、イソギンチャク。それなんだ、なんて言ったかな。そうそう、シーピクルスだ。そう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 。ナマコ。ピクルス。ナマコ、ナマコだって。ナマコ、うまいよ。ナマコは食べたことないな。すぐ食べ物で考えちゃう。うまいよ、でも酒のつまみとして見てるもんな。うまいよ。シーピクルス。海の漬物って言うんだ。海の漬物、シーピクルス。あ、そうだね。そしてシーピクルスの使い方。ナマコはね、コップ巻くと増えるそうです。はい。これは海の中でってこと？海の中でみたいですね。そうですね。コップ巻くと増殖する。そして、かまどで焼くと黄緑の染料。お、うん、鳥ちゃんの色の染料になる。じゃあもう砂漠を探さなくていいってことだね。いいわけだね。まあ緑色だけどね、サボテンは。こっちは黄緑。ああ、なるほど。ああ、そっか。そうそう。で、役割分けはされてるみたいですね。実質シーピクルスなわけ。トリちゃんはね、実質ピクルスね、シーピクルスね。ピクルス。放送禁止。あとあれだ、バステンさんが鉄を取ってきてくれたから、バケツを使って救えるそうです、魚がバケツで。ああ、
水槽作ろうぜ、うん、水槽。あの麦わら海賊団みたいな、うん、サウザンドサニー号だっけ、うん、あの船に水槽あるから、そう、水槽作りたい。魚が飼えるの？近くにキノコあったんで、キノコスープ作ったんでみんな食べてください。 ありがてえ。 ありがとうございます。俺まだ一回も死ぬ、俺はもうこのワールドでは一回も死なないって決めた。よし、綺麗。ソロさん、今それ焼いてた最中。あ、ごめん。まったく、ソーラさんは今日はね、ろくなことしないです。いきなりクミさんを殴ったり、ね、何してんのかほら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 、すごい連打だったよね。ジョータロウもびっくりの連打だったから、ね、まだないまだない、始めたばっかりだから。めっちゃソロさん殴ってる。あ、ソロさん何殴ってんの、何殴ってんの、何してんの、何してんの、どうしたの、どうしたの、やめて、女同士の喧嘩ここでやめて。めっちゃラッシュしてた。ラッシュしてたね。で、何があったのっていう。一瞬時止まりますもん。時止まったよね、本当にびっくりした。なんで何か気にならなかったのかな。面白い。悪気はなかったの。悪気はなかったのでしょう。私は Q ボタンを押してるつもりだったの。Q ボタンを押してるつもりでクリックしまくるっていう。どこにする？あれ、トモさんどこですか？あ、僕ここにいます。ああ、利便性が良さそうな場所がいいですよね。あんまりここは外せない。そのこと、海の中にあの人工島作って拠点立てるとかどうですか？あ、それちょっといいね。今までそんなことしなかったから。ただ利便性はがっつり悪くなるね。翔さんのところがバイオームの境目なんだ。うん、で、ちょっとここ海から離れてるから。あ、確かに。いいか、あそこ鳴らして家建てます。ここいいかもね。結構でも、うん、サンゴ礁って冷たい海の隣にはできないと思ったけど、これだって冷たい海だよね、隣雪降ってるもんね。まあでも、あ、粘土もあるね。っていうことは白クマいるんじゃねえか、近くに。ここに拠点にしたいと思います。ここをキャンプ地とします。ドドン、ドドン、ドンドコドンドンドン。じゃあクラフティングテーブルお願いします。じゃあ掘り下げるであろう場所にやればいいし、ここ、あ、そして沈没船がある、そこに。お、ワンチャンあるかもしれない。ワンチャン、いきなり海の宝。まず平らにしますか。そうですね、そうだね、平らにしよう。海の宝が欲しい。あ、設置しよう。せーの、ポン。空やないかい。いや、木のピッケルは遅いな。贅沢言わない。へえ、誰だ。うわ、ゾンビ来てる。あ、これ新しいゾンビだ。何でしたっけ、水のゾンビ。ドラウンド、はい、こいつなんか倒すと、ドラウンド、希少なやつがみたいな。トライデントを落とすやつはトライデント最初から持ってるらしいです。ああ、なるほど。じゃあこいつはただの雑魚か。ただ万歳してくるゾンビです。ただ金が出るかもしれない。あ、そうなんだ。金とか釣り竿とかが、釣り人の死体だったのかな、そしたら。一気にホラー感が、ね、急に怖くなった。溺れた。溺れちゃったんだろうな。溺れた釣り人。そういうことね。それで復活してもそれが忘れられずに釣り竿を持ち続けて。そして一生さまよう。ホラーだ。そう、一生さまよう。ホラーだ。怖いね。金を持っていたっていうことは何したんだろう。銀行強盗の帰り道で溺れたとか。めっちゃ話膨らむやん。なんかあれだよね、いろんなゲームの要素が混ざってるよ ね。きっと潜在意識で入ってるんだ。ちょっと、ね、水槽を作りたいからね、早速砂を精錬しています。あ、そ、あ、そっか、ガラスだもんね。ガラスをね、早いよ、やっぱり。サンゴって何かが光源になってるってことだよね、あれ。明るいもん。ほら、さっきのナマコが光源になってる。あ、ナマコが光源なの。ナマコの光なの。ナマコが光なの。ナマコを地面に置いてもダメだ。じゃあ、クラフトしたらナマコ。ナマコ地面に置いても。あ、あれだ。それだって地上に置いてないんだよ。水の中に置いてないんだよ。ダメですもん。変わるよ、それ。死んじゃうから。死んじゃうよ、それ。水の中にやってみて。あ、ピコット。ほら、そうだよ。気持ち悪いな。ナマコだっていうのを知ってからだからな。気持ち悪いな。そしてこのナマコを焼いて染料にするっていう、一番おぞましいよ、このゲームの中でも。もう染料にして犬の首は色変えときました。うわ、そんなんできひんやん普通。やること早いな。半端ない。
半端ないよ、もう早いよ。海のアップデートで海がちょうどいい近くにあるのは、嘘。あ、死なないって言ってたのに初死に。こんな微妙な30分だった。何にも盛り上がっていない編集中に編集しづらいな、それ。編集しづらいな。ちゃんと拾っときますね。編集しづら考えてやらんと。多分真っ黒にして、あ、死んだみたいな白い字を入れてかな。そこまですぐ出てくる。はい、だいたい困った時は黒くして白字幕でごまかします。あ、この奥をご覧ください。こうわー、すごい。おお、これはすごい広がり方だな。これはおっとっとっとおっとっと、すごい。ダメか、くそ、落とそうとしたな、これは。敵いっぱいいる。音が痛え。めっちゃいる、この先にいた。痛えな、バカ。ういあーい、え、あ、そっか、山岳バイオームだからシルバーフィッシュか、これ。いますよ、マジか。フィッシュ、シルバーフィッシュ。いてて、あれ、シルバーフィッシュって一撃じゃなかったっけ。いや、ちょっとだけタフ。やばい、これ死にそう。ちなみに連打切りよりね、溜めて切った方のが強い。え、はい、溜めて切っちゃった前に攻撃忘れてる。めっちゃ増えとる。撮影前に鳥増えとる。めっちゃ増えとるやないか。すげえ増えんな。お、なんでこんなに鳥が。夜になりますね。あ、でもこの夕日は親戚を、いい夕日、食料かな。じゃあ撮影スタートしますよ、皆さん。